目覚ましない。わうー、海より深い壊れっぷりだね。どうしたのかな。おい、わお、肉食系のあんたが、わおわお、しかも相手が人間、わお、いつの間に、わお、死んだ、わお、時人間界に行ったっしょ。ねんで、ちょっちょ美味しそうな男の子いてさ、それって恋なの？で、デートしたっしょ。最初は軽い気持ちだったけど、デートするたびに心がときめくっつうか、ちいわけ肉踊るっつうか。そんな時間あった？恋って不思議だから。恋って何？愛があればモンスターだって人間だって。人間って太陽の下でも動けるくらいパワフルだよ。そこがいい。ボルトもないんだよ。ヒサロで全身ジリジリ焼くんだよ。カサカサだよ。だからいい。死んだら人間はおしまいですよ。すごくいい。ね、どんな彼氏なの？イケメン？お金持ち？美肌？彼、写真送ってくれたんだ。顔は？上腕筋。顔は？シックスパック。で、顔は？なんだ、肉に恋してるのか。肉食系だしね。本当だもん。モンスターだって恋する乙女。私、人間界に彼の元へ行く。落ち着いてクラウディ、私たちは恋ってすごい。私、本当に彼のことが大好きなんだ。クラウディ、ダメ。だからダメだって。人間界への扉はハロウィンの日にしか開きませんよ。え、しかも同じ場所に行ける確率はほとんどないって先生が言ってたし。じゃあもう彼には会えないの？わお！クラウディン、かわいそう。こうしてクラウディンの恋は終わりました。瞬殺でした。早く立ち直ってクラウディン。心配いらないよ。泣きながらお肉食べてるし。さすが肉食系。怖いけ、ファッションチェック。私は狼男の娘クラウディン。自慢のヘアをボリューミーにセット。好きなカラーはワイルドセクシーなクイーンパープル。ミニスカからのチラ見せコーデがポイントっしょ。